きましたね。なんとかあ、もう値段のおかげです。はい。うん、もうそれだけです。ね、地元だから残し合いたかったけど、はい、肥料不足です、ね。本当に2社というまだまだ勉強。うん、全部その、まあ、想定していた形だと思うんですよね。そうですね、ちょっと前のレースもやっぱまくり2車で止めて打ち行かれてっていうレースもあるし、その辺を踏まえてレースしてたんですけど、やっぱ後ろから来られてきついですね。はい、まあその辺は、まあ、番手のこともやっていかないとね、追い込みの人に前回してくれなくなっちゃう可能性もあるし、うん、ちょっと悔しいですけど、まあ勉強ですね。はい、値段もいい感じだったけど、やっぱちょっとやっぱりこのメンバーだけに距離も長くなるし、ね、もう、うん、まあ、誰が、ね、2周来てもおかしくなかったから値段もそれ分かったみたいで踏んじゃいましたとか言ったんですけど、うん、でもこの悔しい、ただただもう悔しいですね、はい、まあ残せる係だったと思うんですけど、最後ちょっと共倒れよりはっていう感じになっちゃいました、はい、また値段にはレースで返したいです、はい、また準決勝頑張ります。